お待たせいたしました。山頂駅発車いたします。本日は秦山ロープウェイをご利用くださいまして誠にありがとうございます。
この宝登山ロープウェイは4線構造式の安全な作動で、2つのゴンドラが鶴瓶式に上下しております。皆様がご乗車くださいましたこのゴンドラは、愛称モンキーと申しまして、最大乗車人員50人乗りでございます。これより山頂駅まで標高差236メートル、延長832メートルを1秒間に 3.6 メートルの速さで約5分で登ります。途中左側パンビー号と交換いたしますが、交換するところがちょうど中間となっております。これから皆様がお登りになる宝登山は、標高497メートルで、昔大和尊の御事がこの地をお通りになり、たまたま山火事に遭遇されました。その時このお山に住んでおりました多くの山犬が身を挺して鎮火にあたり、御事をお助け申し上げました。これに感激された御事はこの山を宝登山、火を止める山と命名されたというお話が残され、広く関東一円に花墓東南よけの信仰を集めております。これより山頂へ参りますと、小さな動物園がございます。動物園には猿、鹿などがおります。山頂駅前には梅百花園、老梅園があり、梅は170種類470本、老梅は3000本あります。1月から3月まで見ることができます。4月から5月にかけてはツツジやシャクナゲも咲きます。9月から12月にかけてはマンジュシャゲ、紅葉、冬桜を楽しめます。また宝登山神社の奥の宮がございますので、ぜひご参拝ください。お待たせいたしました。まもなく山頂駅でございます。往復乗車券をお持ちの方はそのまま出口をお通りください。降りる際ゴンドラが揺れてますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。山頂駅でございます。飛ぶようにリザかけられる。Thank you.